4ページ終了です。さあどんどん持ってきてください。すごい、すごすぎるよ。アスフィー君、素晴らしい。原稿がどんどん仕上がっていく。救世主はここにおった。私はなぜこんな他で生かしようのない技術を身につけてまで、あの神の眷属でいるんでしょうか。なんと、愚痴りつつ手は背景を描き続けている。アシスタントとしては申し分ないけど、なんだか不憫な子だな。はい、泣かない泣かない。ヘスティアのとこの作業が終わり次第アスフィーは戻すから。本当か。ありがたや、ありがたや。で、いつも通りアスフィーのお給金は印税から転引きさせてもらうよ。原稿料からアシスタント料を差し引けば、懐に入るのはわずか。それでも我々は自転車操業で連載していくしかない。カサンドラもやりがいを感じているから、止めるのも忍びないし。そうさ、先生たちは楽しく仕事ができる。俺は漫画で儲けて、アシスタント料でも儲けられる。これが漫画界の闇、やりがい搾取か。さあさあみんな、仕事に戻るんだ。来週こそは週刊少年ダンジョンを抜くぞ。主人のわがままに巻き込まれて、今や皆さん漫画制作にどっぷり。身入りがいいとはいえ、冒険は、ダンジョンは、いいんですか、うちのファミリア。消しゴムかけ、エルフィーベタ、急ぐっす。肝心のロキは週刊少女オラリオを倒した祝杯だとかで飲み屋に通いまくりだし。そのロキに作画を任されたラウルは、なんか輝き出しちゃった。下書きはロキが書いてるとはいえ、
絵柄からタッチまで完コピ。アキさんには器用貧乏だなんて言われてましたが、まさか漫画で覚醒するだなんて。アイズさん、どうしたの、ラウル。どうしたの？じゃねえっすよ。なんすかこれは。な、何って、頼まれてたアルミラージの絵だよ。これがアルミラージ！どう見ても木炭だろうが、もしくはダンゴムシ、ガウスさんの眉毛、腐ったデージ！ガレスの眉毛、腐った虹。こんなものはホワイトで修正修正修正。ああ、私のアルミラージ。ラウルさんがアイズさんにダメ出しをする日が来るなんて、漫画恐るべし。うう、漫画怖い、ラウル怖い。